さて、前編では日本株が急落した理由とどこまで下がってしまうのか、このあたりについてお話しいただきました。ここからはですね、日本株は割安割高 ?PR と円安と原油、どう考えるというのをテーマにですね、教えていただきたいと思います。今日も中島さん、どしたさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そして、進化は私、ひわななみです。よろしくお願いいたします。 でではですね最近やっぱりこう日本株って割安なのか割高なのかこの辺りの話よく耳にするんですが私どうしてもここに苦手意識があるのでぜひ教えてください今どういう状況なんでしょうかそうなんですね苦手なんですね。はい PR e、とか一応勉強はしましたけど、はい、もう本当に苦手でもう覚えられる気がしないっていう感じなんですが、まあ、確かにこう株価が下がっていくと、はい、こう PR 面で割安になったからそろそろ返そうみたいな、うん、こうよくニュースとかでも出てきたり。 するので、はい、そういったところでですね、うん、まあこれ日経平均のですね、まあ予想 PR の推移なんですけども、はい、見ていこうかなと思ってます。はい、まあ2018年からのものなので、うん、まあここ直近5、6年ぐらいのものになるんですけど、うん、え青い線が水色が日経平均ですね。はい、でオレンジがまあ予想 PR というところなんですけども、うん、だいたいですね、まあ PR のメモリ、まあ右側が PR のメモリなんですけども、はい、だいたい11倍台の半ばから15倍台ぐらいの間で。 推移すすることが多いんですね、はい、まあ途中ちょっとコロナショックの時に異常値が出てしまっているとあるんですけど概おおむねそんな感じで動いてるというところですね、はい、じゃあ足元どうなのかというと、まあ、日経系の上昇に伴ってまあ15倍台から16倍台、うん、で3月になってくると17倍台ぐらいまで上がってきてたと。で足元多分16倍台ジャストぐらいまでまあ落ちてきてるというところなので、まあ、過去のですねレンジからするとこう割高。 とは言えるとは思うんですけどもじゃあこれで株価が変えるか変えないかというところなんですね。はいうん、で PR の難しいところというのは、うん、実は絶対的なななな水準がないいとうこんんですよあそうなんですすよそね、はい、今までと比べてどうかっていうことしかないってことですかあとは違ってですね、はいまあ、いわゆるこれが、まあ、PR が何を意味するかっていうところを抑えていく必要があると思うんですね。はいはい、で、えー、と先ほどですね PBR の修正って話もあったので PBR で今 話題の PR、うん、あともう一つ ROE ですね。はい、よくこう株価見てくれて使われるまあ指標なんですけども、うん、だいたいこうビジュアル面で捉えるとざっくりこんな感じですよというものをちょっと用意してきました。うん、で、株価というのは、うん、まあ理屈の上では企業の価値を示すって言われているじゃないですか。うん、じゃあその企業の価値って何なのっていうときに、二つ大きく分かれると思うんですね。一、うんはい、つはその会社が持っている資産価値。 まあ工場ですとか建物ですとか、うん、あとはその知的財産もそうですしたという人材なんかもそうですよね、うん、そういう,こう資産価値、うん、でもう一つはその企業のビジネスの価値稼ぐ力ですね、うん、で、まあ、東証さんが旗振り役となってって、まあ、PBR の改善というところをまあ推し進めてきたわけなんですもじゃあこれは何を意味しているかというとこの会社の資産価値の部分を株価と比べてどうなのか、はい、で実際にこう図を見ると。ですね 株価900円に対して資産価値1株当たり1,000円ありますよってところで株価の方が安いんですよ、はい、まあ本来であれば資産価値と同じぐらいであれば株価は1,000円になってもおかしくないんですけどもで実はちょっと前の日本株というのはこういう銘柄がいっぱいあったとあだから東がそれを改善しなさいよと。 前回も増ましたけどそうう、ねはい、ういうこう働ききをずっっととやって,きたってことですね、はい、で実際にこの PBR が修正されるだろうっていうところで、まあ、いろんな銘柄が変わってきたと、はい、例えばこう商社株ですとか銀行株見たいなところですね。でこれがある程度まあ修正されてきたというところで次注目されてくるのがもう一つの企業価値ですね稼ぐ力、はい、これがまあこの図の左側の EPS というところに当たると、まあ、ここで80円と書いてるんですけども、はい、いわゆるこう1,000円の会社のまあ資産を使って まあ一年間で八十円稼ぎましたよと。はい、じゃあこの稼いだ利益と株価を比べたものが PER というところなんですね。なのでこう PER に絶対的な水準がないと言ったまあ一つの理由というのが稼ぐ力が業種もしくは会社によってものすごく開きがあるってところなんですね。まあ例えばこうまあインフラ関連まあ電気とかガスとかそういう企業というのは一年間で利益を倍増させるたまあ 成長企業なないいのでで難しいじゃすかたや新興市場に上場したてのまだまだ伸び盛りの会社というのは1年間で利益をこう2倍3倍10倍それ以上ってことも可能なので、うん、なのでこうグロス市場には PR が100倍を超えるメーカーがいっぱいあったりとかしますしかたやこう大企業ですね、うん、まあ成長企業じゃないというところであれば PR が10倍そこそこみたいな会社もあったりするという感じなんですね。そうなってくるとこう 会社の資産価値でまあ見たものが PBR で稼ぐ力で見たのが PR で稼ぐ力の効率性を見たのが ROI、e、とこういった関係を読み取れるというとうですか そうですね私はあの、はい、これ考え出すとですね、はい、確かにあの結構頭混乱してきますよね。一番簡単な覚え方はですね、はい、PBR を軸に考えてください PBR が頭の上にあって PBR は,い、は ROE×PER なんだってこう ROE と PR と、はい、このこれの掛け算が PBR なんでんこれのどっちかが上がれば PBR が上がるってことです。はい でまあ、今 PBR 一倍割れの企業って日本株多いですよなんていう話がずっとあって、はいうん、1> で一倍割れはやめてくださいよっていう話が進んでいて。うんうんうん 2月段階でも6割ぐらいの企業がこれ開示をしていて、はい、どんどんこれからまあかなり開示要請っていうところが出てきますんで、うん、まあ企業が本気で一生懸命頑張って、はい、23年の自社株買いなんかは10兆円とかっていう話になってますんで、はい、まあ自社株買いやったりなこういろんなことやって、はい、あと政策保有の株を売却したりとかっていう形でいろんなことをやって ROE を高めるっていう、はい、コーポレートガバナンスこれをね、えー、企業統治を進めますという形で ROE これを高められれば PR も上がるし、掛け算だから、そう掛け算だから、で PBR も一倍超えたっていう話になってくるっていう形です。はい、なので、まあこれからそのこの ROE が要は肝心ってことなんですよね。ねはい、どれだけのその企業の本気度が見えてくるかっていうのが今回の決算での注目点っていう形です。資産がどれぐらいあって、それをこう利益を生み出すためにどれぐらい使ってるの。 あなたの会社はっていうのが歩いということですそうです。稼ぐ力ですよ。<laughs> ありがとうございますで。さっき出てきたその為替の話っていうのも外せないような気がしていて、今まではアベノミクスの名残なのか、こう、円安になって株高になってっていう、なんかセットみたいなところがあったと思うんですけど、今は円安で株は下がってるっていう、このあたりっていうのは投資家としてはどう、 判断したらいいんですかそうですすかそうねあの一時的にまあ円安に触れるっていうところでいきますと、はい、まあ今でいうと日銀短観のですねえ企業の24年,の年度の、えー、想定レートこれ141円ですから、はい、そうするとまあこれより今10円以上円安っていう形になるわけなんで、はい、当然輸出関連企業の採算がこれ改善するよねっていうような話で <laughs>、うん、まあそういった銘柄が買われるっていうのは 今まで当然あったことで、はい、これからも当然あるという形なんですけど、うん、外国人投資家から見たらどうかっていう話で、うん、結局円安がこう無限に加速していくっていうことは、うん、要は国力としてのその 円の価値が下が下っってていいいくんじゃないかっていう不安感がある、うんうん、ここになってくると、はい、要は業績にとっては円安っていうのは結局日本は原油なんか資源を輸入してますよね、まあ、約4割がこれ準輸入のエネルギー関連のものになりますから、うんうん、そういったことに関していくと企業業績をこう圧迫する要因、はい、インフレの要因になるし、はい、国力も下がっていくんじゃないかななんていうふうに、はい、懸念もくすぶりやすいっていうことなんですよね。 なんで、まあ、先ほど少し申し上げましたけどドル建ての日経平均これはまだ21年の高値が更新せずにむしろこう高値を切り下げていってるようなトレンドになっているので、はい、今後の,その円安が仮にこう日銀が何も今回も4月もやりません緩和的な流れを続けますっていう話になってどん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 続いていくっていうことになっていくと日本株って大丈夫なのっていうちょっと不安感は出てきやすい。 状況に今なってしまっているっていうところですね。ああ、そうなんですね。ドシタさんはどう見てますか？そうですね。まあ円安になることによって、うん、まあプラス利益にとってプラスになる企業もあるんですけども、はいうん、多分今注目されているのは、なんで円安が進んでいるかっていうところだと思うんですね。うんはい、まあ例えばこう日米の金利差とかいろいろ上げられるんですけども、はいうん、日本経済の弱さを反映してるんじゃないかといった見方があるわけですね。円の価値がもう弱くなってしまっているんですか？そうですね。まあ一昔前は円安になってくると輸出関連企業のまあ業績上がる あるんで万歳みたいな空調とあったと思うんですけども、うんはい、冷静に考えてみたら円安って自分たちの国の通貨の価値が下がる、うん、なので本当はこう手放して喜んじゃいけない面もあるわけですね、はい、まあ当然こう海外から物を買うときに余計にお金を払わなきゃいけないと、うんうん、そういったところの負の側面がやっぱり意識されてきてるんで、うん、今はこう円安が進んでもですねさらに株価がこう上がりにくい側面というのはだんだんこう出始めてきているのかなそういった印象は持ってますねじゃあこう 介入あるのかあるのかっていうのずっと話題になってますけど介入でも何でもしてもうちょっと円高になってくれた方がいいんですか日銀の動きもそうなんですけども、うん、あとはこう日本経済を強くするためにどういうふうな経済政策を打ってくるのかどうか、うん、こういうまあ日銀もそうですしあとは政治の方こういったところの両輪がですねうまく機能していかないと根本的な こう円安傾向の改なんか円高になりそうな材料って介入以外になかなか見つけるの難しそうな状況ですもんね。うん、そしてですね、えー、セクターで見ると今どんな特徴がこれ前回の動画でもあのお出ししてワースト企業も全部プラスですねみたいな話をした記憶があるんですけど今回今月はどうですかね そうですね。まあ、会業種の方はマイナスが出てき,てきましたね。って、ねはい、という感じで色が変わりましたという感じですね。うん、まあ、上位なんか見ていきますと、やっぱり石油、石炭とか、はい、え素材系ですよね。うん、え、先ほどもありましたけど、まあ、やっぱりこう輸入に頼っているというところでいくと、はい、まあ、こういったですね、工業系の関連、うん、素材関連、こういったところのまあ。 フレリツというところを反映してのエネルギー関連というところが高い。それからまあ保険なんかですね。うん、まあこちらも今まではずっとこの日銀の政策修正なんかというところが期待されて金融関連買われてきたというところで、うん、足元特にその、えー、保有株の売却等で注目されてきているというところで保険なんかも入ってきているという、うん、こんな形ですね。一方で買いの方ですが、うんえー、まだちょっとバリューのところでも目立つようなところで。 でえー、こう運輸とかですね、まあ、そういいった関連が出てきてきるそして、えー、情報通信もこちらのワースト業種のところに入ってきてしまっているというような状態になってやはりこうちょっと触れ幅が大ききくなってきていいるという形ですただ、えー、先週のですね4月の、えー、19日の大幅な1000円超の下落の時でもですねバリュー株割と、えー、しっかりしていて、うん、一部の銘柄の中ではあの中で高値更新をするような銘柄も見られたという形になってまして。 やっぱり個別の動向によってかなり違ってきている、うん、バリューの中で強い銘柄が出てきている。うん、まあやはりそのコーポレートガバナンスであるとかその当初の改善要請に期待を応えているような企業の改革が進んできているというようなところはかなり注目が高まってきているというふうに考えています。うん、なんか私パッと見たときにやっぱり今原油が高くなっているのでトップ企業には石油石炭関連が入ってきて、ワーストには海運と。 カクンリ君、そのコストが高くなっちゃってるのでなかなか厳しいのかなっていうところ印象あったんです。そのイメージは間違ってはないですか？そうですね。おっしゃる通りだと思います。うん、まあ特にその海運なんかは、はい、えっと前回多分トップだのワーストに入ってたような気がしますけれども二位ぐらいに入ってましたね,ね前回。そ、えー、まあここはかなりですねその、えー、中東の問題っていうのが二十三年の十月ぐらいからスタートしてますので、うんうん、まあかなりその時にもうすでに国際での、うん、え運輸の関連というところ ところで単価の不足とか、うん、まああの海運,運賃の上昇とかというところもすで、うん、にかなり織り込んでいた状態から売られているというところで、はい、足元まあ中東情勢ですね原油価格もまあ80ドル台を定着してしまっていますけれども、うんね、まあそうは言っても、えー、今のところまだ100ドルに上がっていくような状態ではないというようなところでいくと、えー、少し一旦一服してきているという形ですね、うんうん、ありがとうございますではですねここからはこれからどういうところに注目していったらいいのかお聞きしてみたいと思います。 どしたさんいかがですかそうですねまあ,あのこの業種の流れからすると、はい、だいぶですねこうセクター間でも温度差が出始めているのかなと思います、うん、確か陸運業多分開業者のトップですよね一番下がってるセクターだと思うんですけどおそ、はいまあ、らくその原油高っていうこのエネルギーコストの上昇もそうですし、うん、あとドライバーさんの労働条件の話もあってですねやっぱドライバーさんの確保が難しい人件費が上がる とかそういう多分状況も反映されて前回は開業してすらプラスだったのに、はい、わずかこ1ヶ月ぐらいでですねマイナスこういった状況の中でま決算見ていきますので、うん、ましっかり稼いでる企業とそうでない企業を見極めるというところとあとはちょっとタイミング的にですね、うん 日米の金融政策イベントを控えていいるというとうころですね、はいはい、日銀の会合とあとはアメリカの FOMC といったところですね、はい、特にアメリカの金利動向によっては日本株の影響をどうし受けざるを得ないといったところありますので、はい、まあちょっと米国株の動きには注意が必要かなとは思います。 米国株あのアメリカは利下げ今まで年初だと6回ぐらい利下げあるんじゃないかって言われてたところから利下げ回数がどんどん減って、うん、<laughs> むしろなんか利上げがあるのではないかみたいな話になってるってそういったところが注目ってことうこでですか、うん、そうですかそね、まあ、結局は、まあ、どういう形で金融政策を行っているのかというのを相場のサイクルというのをちょっとこう持ってきましたが、はい、4つの局面に分かれるんですけども、まあ、一番こう右上が業績相場というところですね。うん、まあ景気ももいいいいでですすし業績よと そこから加熱しすぎるとです、ねまあ、ちょっと引き締めないといけないというところで、まあ、利上げ、まあ、始めていく、まあ、この下の逆金融相場ですね、まあ、これで景気の過熱とかインフレを抑えましょうと、まあ、当然抑圧的な金融政策ですので、まあ、景気業績が悪くなってくるというところで逆業績相場に移っていってでまたある程度悪くなったところで金融相場に移っていくというところで、まあ、去年まではこの逆金融相場だったんですね。でこれれが本来であればこの逆業績相場に行って 利下げっていう金融相場に行くんですけども、はい、この逆業績相場が、まあ、うまいことソフトランディングで行ってそのまま勢いで金融相場に行けるんじゃないかっていうところを折り込んで株価が上がってきたわけなんですが、うん、どうやらこの逆業績相場と金融相場がですねまあ平存するような形になり果たしたらこう 金融相場が先取りするような動きになっちゃったりというところで、うん、そこら辺のです、ね、こう金融政策をにらんだシナリオの修正というのが、うん、こう足元の経済指標を見るとやたら強かったり、うん、インフレの鈍化もなかなか収まらなかったりったところで、うん、あれってなっているのが今のの状況なのかなかといいう,うに思います、うん。やっぱりこう相場は期待してどんどん先読みして先読みして動いちゃうというところがあるので、うん、実際にそういう修正が入るとこういった株価の動きが起きてくるということなんですね。 とということで最後にですね、あのー、やっぱりこういう下げ局面でこそ勉強しがいがある時だと思いますので投資家としてこう今後どういう心構えでいたらいいのかお二方にお聞きしてみたいと思います。高嶋さんどうですか はいそうですね、まあ、まずちょっと米国のハイテクなんかの下げが大きいというようなところですけれども、はいはい、テクニカル的に見るとですね、使用産指数揃ってですね、うんえー、10月23年の10月から、えーまあ今年の高値、これのですね大体3分の1押しくらいのところが売り一巡じゃないかなというところなんで、はい、割と近いところまで来ている、今、調整が出ているように見られます。はいはい、ということで、まあ、下げ幅、ここからはですね大きくは限定的じゃないかなというところも見られるし、うん プラス4月から5月にかけての,この日米の金融政策、うん、何かこう今サプライズ的なことを起こすというのはちょっと今、地政学リスクもあるし、まあ、状況を見るとかなり難しい状況に入ってきているというふうに見ていますからそうなるとあんまりサプライズがないんじゃないかなというところで考えるとやっぱり決算だとか循環不足、まあ、こういったところに行くんじゃないかなというふうに考えています。ということで、まあ、日本株でいうとですね、えー、注目は私は2つ。2> はい えー、不動産と建設ます、はい、まず一つはあのバリューっていうところがやっぱり強いっていう形が続くんじゃないかなバリュー相場が続くんじゃないかなっていうふうに見ていますので今後もその東証の、えー、この改善要請というところに応えていくような企業それから高配当こういったところに資金流入が続いていくというような形、うん、そして、えー、緩和的な金融環境これに、えー、対応していくという形でいくとやっぱり不動産 というところがですねえ上昇してい,いるというところで工事価格なんかもこう上がってきているというところですから、まあ、今後ですね不動産とか建設、まあ、こういったところのバリュー銘柄というところがまだえ強い動き循環不足の動きが続いていくんじゃないかなというところでちょっとですねえこの日柄調整局面というところはえ丁寧に こう個別企業を見ていく必要があるかなというふうに見ています。うん、ありがとうございます。土師さんはいかがですか。そうですね。まあやはりこう大きな下落を受けて今回のこう動画の収録っていうふうになっているんですけども、うん、まあだいたい株価が大きく下がる局面っていうのは短期的には意外と戻すんですよ。はい、で注意したいのは、そこから先ですね。はい 中長期的なシナリオの見直しが行われるかもしれないということは念頭のく必要があるんですね。はい、ある程度株価が戻ったときに、まあ、今までの相場の需要が続くのか、はたまたちょっと変化が起こるとか、こういったところを見極める必要があると。うん、特に足元は金融政策、地政学、あとインフレいろいろありますので、あと決算もそうですよね。なので、まあ、あの目先のこう反発に乗ってくるってのもありなんですけども、そこから先中長期のシナリオを見直す、こういったところもです、ね、大事なのかなと。あともう一つですね、まあ、今後注目されるようなセクターというところでいくと、まあ、個人的にはエネルギー。 はい、に注目してます。まあその性格的な情勢もそうなんですけども、うん、一つはですね今のこう投資テーマにとつなっているこう生成 AI ですね。はい、こうやっぱこう大量のデータセンター、大規模なデータセンターでこう作っていくんですよ。はい、実はものすごく電力使うらしいんですね。あそこでエネルギーと結びついてくるんですね。そうなんですよ。はい、で要はこう例えばチャット GTP で一回こう検索すると、はいうん、あの Google 検索十回分か二十回分ぐらい に相当すするる電力を消費するらしいんですねしかもチャット GTP ってこう対話しながらだんだん回答の精度を高めていくので、ね、やりとり1回じゃないので、うん、となってくると多分加速度的にこう生成 AI の普及もしくはビジネスの拡大によって、うん、で大量にこうエネルギーが必なってくるっていうところを見ると。 まあ、悪い面で言うとインフレがなかなか収まらないということも伺えられますし、はい、そういった意味ではですねエネルギーというのは結構折に触れて注目されやすいのかなという形で注目しています。ということで、まあ、今不安な気持ちを抱えてる方が多分ご視聴の方にも多いと思うんですけれども今日はそんな考え方のヒントを散りばめられていたと思いますのでぜひ今後の戦略に役立てていただけたらと思いいいいままます中島ささん、どしどさんしああありりりがががとととうううごいましごござざざたただきありがとうございます。